カジマリコ。伊沢健太郎テレアサ。人気インフルエンサーカジマリコとカジマリコ。結婚相手はテレアサイケメンアナウンサーだった。夕暮れ時の海は心が浄化されるような神秘的な美しさでした。10月12日、インフルエンサーのカジマリコとカジカジマリコがインスタグラムを更新。旅行中の様子をアップした。 カジさんは、若い女性を中心に大人げのインフルエンサーで、インスタグラムのフォロワーも26.6万人を数えます、一住引用府16年に、ミス立教コンテストに出場したことをきっかけに話題を集め、大学卒業後もファッションし、キャンキャンの読者モデルやファッションライターとして活躍。現在は25歳ながら、 アパレルブランドやアクセサリーブランドを展開しています。美容ライター。私生活では一獣引用布21年6月に自身のインスタグラムで、金手よりお付き合いしていた方と昨年婚約し、結婚いたしました、と発表。相手については公表していないが、3月13日には結婚式を行ったことを SNS で報告した。 お相手はテレ朝の人気イケメンアナウンサー。そこには結婚相手も写っていましたが、残念ながら顔はスタンプで隠されていました。ファンは、カジまりと結婚できるなんて、一般人とはいえ素敵なんだろうなと絶賛していましたね。どう、美容ライター。しかし、そんなカ事のハートを射止めた相手について、彼女の知人からこんな情報が飛び出した。 お相手は一般人じゃありませんよ。テレビ朝日系のニュース番組、報道ステーションなどで活躍している、伊沢健太郎アナウンサーです。好評こそしていませんが、カジさんは週刊誌に取られて、相手が伊沢アナだとバレても別にいいかなと、冗談めかして話していました。伊沢アナといえば、テレ朝切ってのイケメンアナウンサー。 慶応義塾大学を卒業しており、サッカーや水上スキーなどのスポーツ経験も豊富というハイスペックな一面を持つ。直撃にカジマリが語ったこと。伊沢さんは昨年放送された爆笑問題のラジオ番組で、伊沢アナは過去にテレ朝のアナウンサー選考を受けていたこと結婚したと二人から暴露されていました。 合わせて先行では話さなかったけれど、2年後にたまたま電車で遭遇して、そこから交際に発展したらしいと、意外な慣れ始めまで明らかになったんです。ラジオ局関係者。電車で再会するとはなんともロマンティック。新婚生活も順調のようだ。10月上旬の朝に二人が住むマンションを訪れると、出張に向かうのか。 大きなリュックとキャリーバッグを持ったスーツ姿の伊沢アナをキャッチ。その数時間後には、同じマンションから仕事に向かうカジも現れた。出てきた時間は違えど、二人の左手薬指には似たデザインの結婚指輪が輝いている。真相を聞くためカジに声をかけると、驚きながらも対応してくれた。結婚相手は伊沢アナですよね。 伊沢アナとの結婚を公表されない理由は公表しない理由は特に、そもそも私は一般人なので。爆笑問題のお二人がラジオで暴露されていた交際のきっかけが、電車の中での再会というのは本当ああ、笑い、そうです。新婚生活について SN、SNS でシェアする予定はそれはないですね。 彼は報道のお仕事をしているので迷惑がかかりそうだし、番組のイメージ的にもやめた方がいい気がしたんです。二人で話し合った時にその方がいいんじゃないかなって私から彼に言いました。伊沢アナがホーステを卒業されるなど報道色が弱まったら SNS にアップするということいえ、あんまりそういうのが得意な性格じゃないんです。 恥ずかしいから、笑い。そう言うと、笑顔で一礼。足早に仕事へ向かって行った。後日、テレビ朝日にも伊沢アナの結婚相手について問い合わせたが、社員のプライベートに関しては、従来お答えしておりません。とのことだった。おすすめをシェアして大人げなインフルエンサーでも、大事な夫のことは秘密にしたいってこと。